皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。久しぶりにいい天気です。なのでちょっと近所の公園に来ています。青空と新緑とお花が織りなす美しい景色を堪能した後、これからガーデンショップを巡って夏に向けて植え付けるお花を購入してきます。ということで、園芸ショップを5軒はしごしてきました。お花屋さんっぽく陳列してみましたので、フラワーショップかっこ仮シリーズということで、これからお花のご紹介をさせていただきます。基本的には夏に向けて植え付けるお花ということで、暑さに強いものを中心に購入してきました。あとは冬越しをさせた株ですとか、種から育てたものもありますので、その辺も合わせてご紹介していきます。まずはつるバラです。私のガーデンには一応アーチがあるんですが、去年までは朝顔ですとか風船カズラを絡ませていたんですけれども、いよいよバラを絡ませたいと思いまして、つるバラを購入しました。購入したバラはイルミナーレというバラです。これから長いお付き合いになる予定なので非常に悩みました。で、最後3つに絞ったんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチと羽衣と、あとこのイルミナーレ。レオナルド・ダ・ヴィンチも羽衣もピンク系ということで非常に綺麗だったんですが、私もともと育てているバラがプリンセス・ド・モナコで、こちらもピンク系なので、今回はガラッとイメージを変えてイエロー系のこのイルミナーレに決めました。色もさることながら大病性にも優れていて、バラ初心者の私にはちょうどいいかなと思ってこのお花に決めました。で、もう一つ要因があって、それは名前です。イルミナーレっていうのはイタリア語で照らすっていう意味らしいんですよね。これから長い間私のガーデンを明るく照らしてほしい、そんな願いを込めて迎えました。ネーミングって大事ですよね。続いてのお花はこちら、カリフォルニアローズフィエスタ。バラ咲きのインパチェンスですね。11月頃まで咲いてくれる開花期間の長い一年草です。本来は日光を好みますが、日陰でも育つ性質を持っているということで、日陰の女王なんていう異名もあるようです。カリフォルニアローズっていう名前がついてるだけあって、本当にバラみたいなお花が咲くんですね。鉢いっぱいにバラが咲き誇るように育ててみたいです。こちらはティフォシーダブルのクリアイエロー、八重咲きのカリブラコアですね。このティフォシーっていうのはイタリア語で熱狂的なファンという意味だそうです。このお花を見た人が熱狂的なファンになってくれるようにとの願いを込めて名付けられたそうですが、この可愛らしいお花を見てると私も熱狂的なファンになってしまいそうな予感がしています。ガーデンカリブラコアスイングベル、11月頃まで咲いてくれる丈夫で育てやすいお花です。日当たりが悪いとお花の数は減っていってしまうようです。こちらはサントリーサフィニアアートいちごシェイク、10月頃まで咲いてくれる一年草です。肥料の効き具合によって花色がピンクから白の様々なパターンに変化するそうです。とても可愛らしいお花なんですが、やっぱりこのいちごシェイクっていうネーミングに惹かれましたよね。私いちごシェイク大好きなので、このネーミングに惹かれて購入しました。やっぱり名前って大事ですね。そしてデュランタ宝塚、半耐寒性常緑低木、だいたい9月10月ぐらいまで咲いてくれます。青紫の小さいお花がしだれるように咲きます。可愛らしさの中にちょっと品もあるお花ですよね。このデュランタ宝塚という名前なんですが、タカラジェンヌが清掃した袴姿を連想させることから名付けられたそうですよ。
そしてサントリーのフェアリースター、まあ、ちっちゃい日々草ですね。ホワイトとブルー2色購入しました。お花がとても可愛いんですが、見た目以上に暑さに強い夏の新定番と書いてある通り、非常に暑さに強いです。こちらも夏の定番ジニアです。ジニアは毎年種を取って種から育てているんですが、この色の種は取ってなかったので購入しました。ちなみに今年のジニアの種まきは5月3日に行いました。まあ、本来はこの種の周りについている花びら的なものを取った方がいいと思うんですけれども、めんどくさがり屋の私はその作業を毎年しておりません。ドバドバッとこう巻いてしまって出てきた芽を大事に育てるといったスタイルです。おそらく発芽率は悪くなると思うんですが、一応毎年これで花が咲いています。今年もこんな調子で種まきをしまして、2週間ぐらい経った状態がこちらです。ポツポツと芽が出てきてくれています。この後もう少し育てて間引きをして、そして鉢上げを行って植え付けへと進めていく予定です。続いてご紹介するお花がこちらです。こちらは PW のスーパーベルレモンスライス。秋まで咲いてくれて、一株でおよそ60センチぐらいまで大きくなってくれます。お花に限らず、昔からあまりブランドにはこだわりはないので、 PW だから購入するってことはないんですけれども、とても可愛らしかったので購入しました。なんか発色がいいですよね。私、披露宴の司会の仕事をすることも多いんですが、よく祝電でレモンのようにフレッシュで、ビールのようにコクがあり、ジュースのように甘い家庭を2人で仲良く作ってくださいっていう文面があるんですよね。暑い夏でもフレッシュに咲き誇ってもらいたいと思います。その横にはペチュニア花衣シリーズの藍染めです。藍色のお花に白い縁取りが美しいですよね。この花衣シリーズには他にも黒真珠と紅水晶があります。紅水晶は以前もう鉢に植え付けてありますので、黒真珠を購入しようかどうしようか迷っているところです。できるだけ日向に置く方が花色がはっきり出る傾向にあるようです。その横にあるのがカンナ。このカンナは真夏の炎天下、大きなこの葉っぱの間から鮮やかな花を元気に咲かせてくれます。何色の花が咲くのかはまだわからないんですが、黄色ですとか赤とかオレンジとか鮮やかな花色が多いです。こちらは宿根バーベナのハスタータ。耐寒性の多年草です。背丈の低いタイプのバーベナは結構あるので、背丈の高いバーベナを仲間に入れました。地下茎で広がっていって群生して咲くので、地植えの場合には植える場所を考えないといけないかもしれません。そしてアルセアスプリングセレブティーズレモン、別名タチアオイホリホックです。花の直径はおよそ10センチ。結構インパクトありますよね。いわゆるタチアオイよりもやや低めで、草丈が60センチからまあ120センチ程度。ベランダガーデンにもおすすめの品種だそうです。このように高さのあるお花を植えていくと、お庭やベランダにこう立体感が出ますよね。こちらは冬越しをさせたソラナムパンプキン。ちっちゃいかぼちゃのような実がもうなっています。こちらも冬越しをさせたエンジェルレース。これから白い新芽をたくさん出して、夏に爽やかさを演出してくれると思います。こちらも同じように冬越し株のアスパラガスナナス。近々このアスパラガスナナスを使って夏の寄せ植えを仕上げていく予定です。そしてコリウス。
結構大きくなるんですよね。この出てきている花芽は早い段階で切り取っておくと、より長く葉っぱを楽しむことができます。冬越し組のヒポエステスと赤葉千日紅。この赤葉千日紅も近々お庭に植え付ける予定です。こちらは見切り品コーナーで購入したバーベナですね。まあだいぶ傷んではいますが、11月頃まで咲いてくれると思いますので、復活の過程を楽しみたいと思います。こちらはインカルビレア。暑さに非常に強い半耐寒性の多年草です。ご覧のように可愛らしいラッパのようなお花が咲きます。草丈は50センチぐらいになるセミハイプランツ。風に揺れる感じが気に入って購入しました。以前の動画で種まきをした風船カズラと朝顔、今このような状態です。もう少ししたら鉢上げを行っていきます。ということで、夏に向けて植え付け予定の花々ご紹介させていただきました。梅雨、そして猛暑と、人間にとっても植物にとっても厳しい季節ではありますが、共に支え合って乗り越えていきたいと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。